サブカルドン。サブカルチャーを愛する人々にスポットを当てて、君ともキャンディーがお話を聞いていく番組です。君ともキャンディーの愛理とさやかです。そして今回のゲストはコーナーアグリームの中野さんです。よろしくお願いします。どうも、広報担当中野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。広報っていうのはもうこう伝え、そうですね、最近で言えばインスタグラムとか。あ、そうなんですか。やってますよ。2人でね、もうコーナーグリームでスタッフ2人で、インスタグラムを毎日じゃないですけど、毎日難しいですね。ちょっとね、はい、やってます。探します。またよろしくお願いします。肝心のこのコーナーグリームさんで調べたら出てきますか。出てきますよ。あ、はい、そうなんですね、はい。まあ、コーナーアグリームさんって分かんない方が多いと思うので、うん、何をされるとこなんですかね。簡単に言えば農業体験施設。もう本当に農業の体験が。そうです、そうです。季節季節で、まあ、野菜、まあ、大根とか、今の季節だったら柿とか、栗とかね。この前までは栗やってました。やってたんですか。やってました。栗とか香川で取れるんですね。取れますよ。取れますね、それはね。そうなんですね、はいはいはい。ちなみに場所ってどこにあるんですか。場所は、高松空港の、ちょっと下なんですけど、ひっそりとね、ひっそりとあります。コーナーグリーム、はい。目印とかってないんですか。目印は、看板がね、ひっそりと出てます。ひっそりと、はいはいはい、ひっそりと出てます。わかりました、はい、思います。またよろしくお願いします、はい。ホームページとかもあるので。ホームページありますですよね。ネットで調べて、はい、ぜひ皆さん調べて、はい。ちなみに収穫体験って1回いくらとか値段とかってあるんですか。ですね、収穫体験は牡蠣とかだったら5個で500円とか。安い。安いですよ。めちゃめちゃ安い。めちゃめちゃ安くて、今日も朝からね、いっぱいお客さんが、来てました。さつまいもの芋掘りとか、ね。芋掘りもやってる。芋掘りもあります。すごい。里芋もありますし、ぜひね、一回インスタグラムとかホームページ見てもらったら。はい、もうそこに全部書いてくださってるんですか。連絡してもらった方がいいですね。あ、わかりました。あんまり書いてわかりました。なんか近々イベントがあるって聞いたんですけど。そうなんですよ。ですね、はい。まあ、1年1回この収穫祭っていうのが11月に、そうなんです、これなんですけど、 YouTube の方には見える、そうです、はい、あるんですけれども、今年もですね、収穫祭やるんですけど、それプラス、今年からはマルシェをですね、コーナーグリームでやってまして、うんうん、今まで3回ぐらいやってですね、はい、9月は約1000人のお客様が来られました、そうなんです。ほんで、次11月なんで、この収穫祭と一緒に、まあ、アグリームマルシェという形で、うんうん、まあ、ワークショップとか、まあ、食べるものとかね、うんうん、いっぱいお店が出るんで、もしよければお越しになっていただけんかなと。なるほど、こちらですね、はいはい。右側に本当はたくさん、本当にね、16個ぐらいありますね。もっとありますね。もっとあるね。計算ができない。いやもう全部。ネイルとかもあるんですか。ネイルありますよ。もう本当になんか、そうです、女性がたくさん人気があるものばかり集めて。すごい。そうですよ。カイロプロテックとかもある。そう、あります。もうね、今2ヶ月に1回から1ヶ月に1回も定期的にマルシェを開催。もうこういうね、女性が大体、女性なり、まあ、お子様が喜ぶ、うんうんうん、まあ、マルシェを開催してます。すごい、はい。そうです。でもこれってあれですよね、さつまいも体験とかももちろん、いや、同時で やれるんで。そうですよね。だから本当にもう両方楽しめるって感じです。そうです、マルシェもできるし、体験もできるしって感じですね。はい。いいな、行きたいです、ね。いろいろキウイフルーツもね、僕が作ってるキウイフルーツですけど、そうです、僕キウイフルーツも作ってるんで。すごい。あ、だから今日ちょっとキウイみたいな。そう、なるほど。ちょっとね、うまくいじられてね、そういいですね、はい。キウイは普通のキウイですか。なんかゴールドキウイみたいな、そう、香川県産のね、オリジナルキウイフルーツで、さぬきキウイっ子っていうちっちゃいキウイフルーツがね、あるんですけども、めったに、まあ、市場に出ないんですけど、それを、まあ、少しですけれどもね、コーナーグリームの収穫祭で、ちょっと皆さんに販売できればなと。めちゃめちゃ食べたいです、はい。私ってなんか小学校の頃って結構キウイって皮まで食べてたんですけど、皮って食べれるんですか。皮も食べる人いますけども、はい、まあ、剥いてもらった方がね、あ、確実なんいいかなと。あ、なるほど。まあ、そういうなんか農業に関して触れて、そう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 、そういうところも知れるの で、ぜひ皆さん。あ、しかもなんか子供に、お子様になんか先着プレゼントがあって、うん、まあ、野菜の苗100名様と、
小学生以下のお子様にはね、ご自慢品っていう高松市がね、いろいろまあ、キウイフルーツをはじめて、まあ、野菜、まあ、ブロッコリーもそうなんですけど、ご自慢品っていうのを高松市が決めてるんですけども、それの、まあ、文具セット、これも100名さん、すごい。あと、まあ、抽選大会もあって、ね、1000円以上お買い上げのごとに、まあ、外れなしの抽選と。めちゃめちゃ、外れがないんですか？外れないです。クラスです。ちなみに例えばどういうものが当たるとかって聞いてもいいですか？まあ、僕が作ってる、まあ、先のキウイ1個を始めて、まあ、サヌキゴールドっていうのがあるんですけども、そういうのちょっと豪華なものも、あります、抽選の中に。あと野菜とかね。あ、お野菜もあるんですか？あります、あります。いいですね。でもマルシェの購入分は対象外になるんですかね？こちらの収穫祭のだけの。あ、もう収穫祭だけで1000円以上お買い上げになった方に、はい、その抽選会が。またマルシェとは別ってこと？別ですね。同じ建物ですけどね。あ、同じ建物に。マルシェは屋内、施設の屋内なんで、まあ屋内で開催と収穫祭は外でしますので。なるほど。場所はここアグリームさんの、そう、そう空港の下の目印が看板のところで大丈夫です。で、11月17日にあるそうです。はい、雨天結構なんで中ですか？マルシェは中なんですけど、まあ、収穫祭はテント張ってするので、まあね、豪雨でない限りですね。そう、台風が多いから台風来ないことになって、はい、なんかあれですよね、ヤギさんがいるんですよね。ヤギいますよ。あ、最近一匹生まれちゃって。おお、じゃあ今行けばめっちゃ可愛い。いますよ。飼ってみたい。見たい。そうそう、チャコさんっていうね。チャコさん。チャコさん、メスのね、女性なんですけど、可愛いですよ。アイドルで。いいですね。いいです。生まれたばっかり。生まれてもう2ヶ月ぐらい経ちますけど、2、3ヶ月かな、うん。もう元気に外でね。見たい。もう人気者でね、餌やり、ヤギの餌やりもできます。あ、餌やりもあるんですか？すごい、なんかイチゴのヘタとかもあげてもいいんで。そうそうです。専用の餌があるんでヘタもいいですけど。勝手に持って行ったらダメなんですね。勝手には持って行ったらちょっとね、ダメですね。やっぱりヤギは結構ね、繊細なもの。お腹がちょっと繊細に出てましたね。そう、基本やっぱりね、野菜じゃないけどね、そういう草とかそういうのが食べ物なんで、じゃあ結構マルシェさんというか、この収穫祭じゃなくて、こういう野菜を自分のとこで作った野菜をあげてるって感じなんですか？はい、またそれとは別に、アグリウム来たら、まあ、そのヤギ用の餌もありますし、その、まあ、最近で言ったらサツマイモを掘った後のその、ツタの部分をあげたり。あ、なるほど。すごい、めちゃめちゃいいですね。そう全てが楽しい。そう、もう一回ね、ほんまヤギさん、餌やりに来てください。はい、中野さんのちなみに一番のこの17日のおすすめは、17日ここには行ってほしいみたいな。ここには行ってほしい、もう全部なんですけど、はい、マルシェ、まあ、収穫祭も人気あると思うんですけども、マルシェにね、やっぱり皆さん一店舗一店舗力入れてくれてる方がおるので、ぜひね、こう来てくれたら、もういっぱい美味しいもんもね、この出張料理よこよこさんっていうのもね、出張、あ、何これ、めっちゃ気になる。気になるでしょ。出張よこよこさんっていうの、おいしい、おいしいです。おいしい、全然想像ができないですよね。まあ一回来てもらったらね、最高かなと。もう収穫祭の方もね、焼き芋なりね、ありますし、そのまで、ピザとかもあるんですか？ あります、ピザもありますし、男の人でも、女の人で結構やってるんですけど、男の人でも楽しめるって感じですね。そうです、アグリームにはね、厨房もあって、そのピザ焼きもできるし、ウインナー体験もできるっていう、何でもできます。すっごい、はい、これはもう皆さん、ぜひ11月17日ね、このアグリームさんに行ってください。よろしくお願いいたします。もし行った方いたら、ぜひまたメッセージなので感想を聞かせてください。はい、来てください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。あ、インスタ見ます。あ、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回はこれでおしまいになってしまいますが、はい、また次回も続いてお話してくださるので、次回も楽しみにしてください。はい、よろしくお願いいたします。ということで、以上、君ともキャンディーのアイリとさやかと、そして今回のゲストはコーナーアグリームさんの中野さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ホリホリ体験。ホリホリ体験。バイバイ。